はい、皆さんこんにちは、椅子場池代表の北野です。今回はですね、成功するためにはぶっ倒れるぐらいに目標に執着をし、やり込むことが大事であるというお話をしていきたいと思います。まあ、簡単に言うと、成功習慣を形成するための3つのポイントですね。で、今回のお話というのはですね、まあ、僕自身がフリーランスも含めると計4、5年のですね、まあ、今まで起業してきたビジネス歴の中で、いろいろな経験をしてきた。その中でですね、これからまあビジネスで年商で1億円からまあ3億円以上のですね、事業を作っていきたいと。まあ、売上を上げて、収入を上げて成功していきたいという方はですね、今回の動画を最後まで見ていただくことによってですね、どういうふうな行動量で、そしてどういうふうな基準値で行動していけば年商1億円というですね、ボーダーラインに到達することができるのかということがね、手に取るように分かると思います。逆にこれを知らないとですね、本当は最小限の努力で1年かからずにその1億円という売上を達成できたにもかかわらずですね、3年ないしは5年というふうに知らないというのは本当にですね、まあ、無知の知という言葉がありますけれども、恐ろしいということであると。だからこそ最短でですね、しっかりと成果を得たい、年商1億円事業を最短で作りたい、達成したいという場合は、必ずこの動画最後まで見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。それでは早速ねやっていきたいと思うんですけど、まず1個目のポイントなんですけども、24時間以内に締める思考っていう話で、まあ、これはですね、皆さんの場合であれば24時間を何考えてますかって話なんですよね。朝起きた、朝ごはん何食おうかな、シャワー浴びようかなとかね、ランチはなどこのお店で食べようかな、夜ご飯何食べようかな、今日は誰とご飯食べようかなとか、まあそういったこともね考えるとは思うんですけど、成功する人ってのはこの24時間に占める割合のうちのほぼ9割以上は仕事ですね。それは僕自身もそうですし、まあうちの、まあ、従業員とかもそうです。基本的にビジネスをですね、何かことをなすとか、普通の人と違った異常値を叩き出す人っていうのは、目標に対して20時間365日ですね、頭がちぎれるぐらいその一つの物事に対して思考を集中させる。これがやっぱり非常に重要。多くの人はなぜ、元旦に、立てた目標が叶わないのか、夢が叶わないのかっていうのは、結局思考が分散しちゃってるわけですよね。まあ、テレビをつければ面白いバラエティ番組が毎日のように流れている。 YouTube を見れば面白い YouTuber の方が毎日のように動画を投稿してくれる。インスタを見ればね、可愛い女の子が毎日ように投稿している。 TikTok を開いてもそうです。 LINE を開いても友達から飲みの誘いがある。そんな感じでみんな思考が分散しちゃってるんですよね。だからこそブレずにですね、24時間どれだけ1日の中で自分は仕事に対してフォーカスをして、どういう風にしたらもっと良くなるんだろうなと、どういう風にしたらもっと集客できるんだろうな、どういう風にしたらもっと売り上げ上がるんだろうな、利益残せるんだろうなっていうのを徹底的に考え抜く必要があるわけですよね。そして、まあ、机の上でね、これどれぐらいやればいいのかっていうと、寝ちゃうぐらいやるってすごい重要です。まあ、僕も創業当初はですね、まあ、SYK ができた当初ってのは1日、まあ、これ本当に盛りなしで最低でも13時間以上は、仕事を稼働実質労でやっていた、まあ、時代がありました。まあ、当初はですね、うちもスタッフが5人しかおらずですね、まあ、事務経理総務すべて僕自身が最初はやっていたので、まあ、もちろんそれによるオーバータスクっていうのはあったと思うんですけど、それでもね、それプラスアルファでマーケティング戦略を考えて、自分で YouTube を撮って情報発信をして SNS をやり、ブログを書き、すべてをですね、自分でやっていた。どういう風にしたらもっと効率的にできるんだろうな、どういう風にしたら少ない労力で、そして僕自身はプログラミングというスキルもなかったし、難しいホームページを作るスキルもなかった、デザインのスキルもなかった、センスもないんですよね、僕自身色合いのセンスとか。そんな状況でもどういう風にしたら簡単に1億円を達成できるんだろうっていうのをずっと考えた結果、創業1年目でですね、1億1750万と、まあ、売上を叩き出すことができたわけなんですよ。何が言いたいかっていうと、多くの人っていうのは、いや、昭和言っても、まあ、複数事業回されてる方とか、もちろん家庭がある方もいらっしゃると思うんですけども、時間がない、忙しい、それを言い訳にしてですね、成功までの時間っていうのを無駄に引き伸ばしてる人というのがあまりに多すぎるな、僕は思うわけなんですね。で、ここで一つバシッと言っときたいのが、時間がないのは言い訳ですからね。時間がないのは言い訳だと。まあ、これぜひ皆さん紙に書いておいてほしいんですけども、皆さんですね、まあ、時間がないって言ってる人に限って、僕は今までいろんな人見てきましたけども、大体しょうもないことやってるわけですよ。時間がないって言ってる割に1日2時間はネットフリックス見てたりとか、時間がないって言ってる割に、スマホでダラダラね、インスタントストーリー見てたりとかですね、時間がないって言ってる割に飲み歩いてたりとか、まあ、そういうことしてて、まあ、すでに成功してるんだったらいいですよ。それで別に5億10億っていうのを達成してるんだったら、まあ、何も言わないですけど、皆さんはまだ成功してないですからね、釘を刺すように言っときますけども、その段階で遊ぶのはまだ早いんじゃないかと思います。その前にまずやるべきことをちゃんとやる。種まきの法則って知ってますか？自分が今やらなければいけないことっていうのをですね、やった時に種をまいて、じゃあ10日ですぐ芽が出るっていう場合もたまにはありますけど、僕らがやってるのは博打じゃないんですよ。競馬じゃないんですよ。競艇でもなければ宝くじもない。
蒔いた種を回収するまでにある程度のタイムラグがあります。だからこそしっかりと自分は例えば1年後に億という売り上げを上げたいというのであれば、今この瞬間をですね、何に種まきをして自分の時間を投下していかなければいけないのか、そこに思考を集中させる必要があるよということなので、ぜひね、ちょっとでも1日の中で無駄な時間を過ごしちゃってるなという心当たりある方はぜひね、気をつけてほしいなと思います。2つ目、たまにやるはダメという話です。まあさっきの話に続きますけども、まあプロオリンピック選手だったりとかプロスポーツ選手であったりとかもそうだし、めちゃめちゃ太っていた人がダイエットでね、急激に痩せる、ダイエットで成功するとか、今年こそは腹筋を割る、筋トレをする、売り上げを上げる、資格勉強している方もいらっしゃるでしょう。まあ弁護士さんとかもね、難しい難関の司法試験を突破して受かるとかもそうですけども、一つの物事を突き詰めて成功して偉業を成し遂げるためにはですね、たまにやるはダメなんですね。集客したいんだったら、今日だけはちょっと久々にインスタやるかとか、今日だけブログ書くとか、今日だけ YouTube 撮る、今日だけ LINE アットの配信する、それは成功しないですね。たまにちょっとかじってて会社上場させちゃいましたって人いないですからね。たまにちょっとスポーツやっててね、バスケットやってて NBA 行ったって人いないですからね。ちょっとスケートたまにやっててオリンピックでメダル取っちゃいましたってないわけなんですよ。なので、基本的にはですね、毎日やる。毎日毎日毎日やる。これはもうモチベーションは関係ないですね。皆さんは朝起きて何も考えずにご飯食べますよね。お腹空いたらご飯食べる。ね。何も考えずに毎日ちゃんと歯磨くじゃないですか。お風呂入りますよね。あれと同じ感覚で日々のタスクをやるんですよ。もうそこに意味を求めちゃダメです。モチベーションうんぬんって言ってる限りは、モチベーションなんて今日はすごい朝やる気があってもですね、途中で例えば昼過ぎぐらいに友達と喧嘩してそれでテンション下がるとか、外的要因によっていくらでものモチベーションなんて左右されてしまう。だからもう日々やるべきことっていうのはもうしっかりとカレンダーに書き込んでおいてですね、もう飯を食うかのごとくですね、歯を磨くかのごとくもうやるんですよ。もうそれ以外でもなければそれ以下でもないと。まあいいことですね。そして何よりですね、あなたがやらなくてもライバルはみんなやってます。あなたがだらだらソファーで寝転がってテレビを見てる間でもライバルはガンガン仕事してます。この基準値なんですけど、まあ皆さんの競合他社の人っていうのがどれだけのペースで仕事をしているのか、まあ例えばですけど、まあ皆さんにはいないかもしれないですけど、例えば YouTuber とかってすごいですよね。毎日1本以上は絶対にあの裏手のハイクオリティの動画をアップし続けている。あの行動力っていうのは僕ら見習うべきものがやっぱりあるわけですよね。あの1本の YouTube を上げるために、その前にスタッフ同士とのそのね、ミーティングをして、事前にアップ調整をして、日程調整をして、企画書類を作って、ディレクションをして、その後で動画編集業者に指示をして回して、それでやっとの思いであの1本の動画ができている。それを365日、1日2本上げる人もいます。あれだけの行動量をやってる YouTuber っていうのは、やっぱりね、それだけの、まあ、稼ぎがあるっていうのは、まあ、当然の結果かなと僕はやっぱ思うんですよね。っていうように、まあ、皆さんの業種でもそうです。あなたがやってない間、あなたがサボってる間でも、ライバルはもう、粛々とやってると。で、ビジネスっていうのは、もうライバル他社とのですね、この顧客市場の奪い合いなんですよ。だから、あなたがサボってる間に、あなたのクライアントっていうのは、明日には、もしくは明後日には、来月には、他のライバル他社に顧客が奪われる。こういうことは日常茶飯事なわけですよね。だからこそしっかりとね、まあ、市場は限られている。そのシェアの中で、どういうふうにしたら自分は今ビジネスで売り上げを上げていくことができるのかっていうのをですね、しっかりとまあ考えていただくためにも、毎日粛々とやるというのをですね、まあ、改めて、再実感していただけたらね、今回の動画でいただけたら嬉しいなと思います。で、最後ですね、これは僕がやっているやり方なんですけど、まあ、日々のタスクの中でですね、やっぱしょうもない時間を過ごしているっていうのは結構多いわけですよ。で、僕の場合はどうしてるかっていうと、これをやることによってものすごい時間が増えたっていうワークがあるんですよ。それ何かっていうと、SNS とメールと SMS メールの通知全部消しました。まあ、LINE、SNS などのソーシャルネットワーキングサービスの通知と、SMS のメールの通知、そして、メールアドレスの通知、これ全部消すんですよね。オフにする。そして、返信をする時間は1日何回って決めとく。その時間以外はスマホ見ない。これをやることによって非常に時間が空くようになります。そして思考も非常にクリアになります。人間っていうのはこれ実際にデータに出てるんですけども、1日の間で意味なくスマホを触る回数っていうのはこれ260回でデータが出るんですよ。まあ例えばね、僕もここに iPhone ありますけども、まあスマートフォン、ついつい触っちゃう。これはね、非常に危険なんですよね。あなたの非常に重要なその資産を生み出すための労働に当てる時間っていうのが、スマートフォンを触る回数によって削られている。それによって、だらだら YouTube を見てしまったりとか、通知が来たら、ね、スマートフォンで Kindle で読書をしているのに、通知が来たら LINE の返信に追われてしまう。そんな段階で思考が分散していてばですね、非効率的、もう生産性が悪い。ね、もう非効率的な極みになるわけですね。なので、しっかりとこの通知はオフにして、そして今やるべきことを明確にして、それをやったら遊べばいいんですよね。まあ遊ぶなと言ってるわけではなくて、まあ僕だって Netflix 見ることもあります。まあそれこそね、それは僕自身も1日20時間働いてるかってはそうではないですけども、まあ息抜きの時間は大事ではありますけど、それはやるべきことをやった上での、
娯楽ということになりますので、まあ、ぜひね、今日お伝えしたこの3つのポイントを意識しながらですね、今一度自分にね、まあ、活を入れていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ、今回の動画少しでも参考になったという方は、高評価ボタン、そしてチャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。失礼いたします。